高梨一樹ですフェアリーゴッドマザー合図メソッド15色の才能え。今日はですね、あのフリートークなのですが、えー、とグッドプレゼントの,あの経験値の与え方で今ウォーキングしながら思いついたのがあったので、えー、と動画を撮っています。あの今私は Google 翻訳を使って、 o、えー l e 翻訳の中にある110カ国の言葉で「ハッピーバースデー」を訳してであのその言葉を音声で読み上げてもらったのをそのまま聞いて歌にするというのをやっているんですけれども例えばですねあの生涯で3カ国語も喋れればいいっていう時代からものすごくたくさんの言葉が喋れる。 ような時代がが一人の人のですねあのものののすすごくたくくたさんの言葉をしゃべれるる時代がやってくると思うので,すで、えー、私のその経験であの英語がわからないっていう生徒さんがいた時に「あなたちょっと考えてごらんなさい」ってあの「ハリー・ポッター」みたいなあんな分厚いものをあなたどんどん読むのにどうして英語の教科書が1年かけないと読めないっていうふうに思うの って言ってであの春休みの10日間で一冊一緒にやりましょうっていう話をしたんですねでそしたらあのー、それうちの娘もやったんですけれどもその別の生徒さんにもそれをやってみてでやっぱりできるようになるんですよで今まであのこれはこうしないとできないって思ってるもの常識 みたいなもので思い込んでるものってできないっていうふうに考えるかもしれないんですけれども、えー、とそうですね例えばじゃあ、えー、私は玉ですで、えー、とあ私の名前は玉ですこんにちはだけを110カ国、えー、と訳してであのその言葉で言えるようになっておくであのそんなたくさんの国の言葉の単語が全部頭に入らないじゃないか。 っていう風に思われるかもしれないんですが、単語を覚える必要がない時代がやってきます。もうあの写真で撮ればその場で何ていう単語かっていうのは分かります。し、えっ、ー、と自分の国の言葉で入れればそれがあの。 訳したい国の言葉ですぐに変換されて出て出くるわけだからその何千語とか覚える必要が全くないんですね単語も熟語も。なので、えー、っとあこういう言葉なのねってでその国の,あのアルファベットとか i o とかそういうものを覚えて発音のルールっていうのを覚えていけばこれからもっともっとたくさんの国の言葉を理解するあのお子さんたちがいっぱい出てくると思います。でえー、っとじゃあそそれあの面白ううだからやっっててみようって 思った方はまずあのお母さんやお父さんチャレンジしてみてください。で、あのお子さんに。 伝えるときに、これやっとくとすごくいいからやりなさいっていう風に言った時点でもうお子さんの脳を閉じてしまいますのであのそうではなく楽しそうに遊んでいるところを見てじゃあ一緒に遊ぼうっていうのでやるのだったら OK なんですあるいはお子さん自身が興味を持って自分で、えっと、遊ぶあの一歩でも先にこう引っ張るような。 あのことをしないようにくれぐれも気をつけていただいてワクワクする楽しい面白いあい自分にとって役に立つんだっていうそのそうですねワクワク感好奇心とかそういうものを失わないまんま遊べるようだったらばぜひチャレンジしてみてください。えー、I a p p r e ト i a t e good p の経験値のえっ、ー、と差し上げ方の一つの例でした、えー、じゃあまたねバイバイ